今週火曜日から石川、富山、福井、新潟の北陸4県への旅行がお得になる北陸応援割の予約がスタート。はい、ご予約賜りましたので。申し訳ございません、この日はもう満館になっておりまして、石川県の温泉旅館では予約開始と同時に関東や関西などから問い合わせの電話が相次ぎました。この旅館をはじめ県内では今なお地震により二次避難をしている人を受け入れている宿泊施設が多くあります。前の10日のことを考えたらもう天と地です。もうやっぱり温かい食事もちゃんとできる、お風呂も入れる、迷惑ならないように私らはねしてやらないと、こっちは本当にお世話になってるし、本当にここには感謝感謝で、素敵な人ですよ。避難の受け入れと観光客の呼び込みの両立が求められる中で応援割が始まります。皆さんが次のステップにスムーズに移っていけるようなお手伝いをさせていただくというところが我々の責任でもありますし、観光地の経済を回していくというところも我々の旅館としての役割だと思ってます。名古屋の街で応援割について聞いてみると、最大で 50%、 めちゃめちゃ大きい、すごい、 すごいね、 50% やばい、行きますね、ちょっといいなって思います ね、 ますね、ちょっとそれは大きいなって思います ね、 あるならより行ってみたいなっていう気になりますね、うん、金沢とか行ってみたいですね、ぜひ泊まりで行ってゆっくり美味しいもの食べて、美味しいもの食べたいですね、まあ、そこに行けば別にそこの宿泊だけじゃなくてそこの観光地にまあ行ってご飯だったりとか、まあ、いろんなお土産だったり買ったりとかしてお金落として、することができるんで、まあ、そこの応援にはなるのかなって思いますね、はい、受け入れ側も利用者側も期待が高まる一方でこんな事態が。12、29、4月の12のとこまでです。どこまで、もう北陸応援割がもうなくなって使えないんだったらもうキャンセルするとか。一体どうなる。明日からいよいよ適用が始まります。こちら北陸応援割、地震の影響を受けている能登半島地震の影響を受けた地域を支援するという目的で1日最大2万円を上限に最大 50% の旅行代金の割引が受けられるというもので、さらに明日からといえばこちら、はい、北陸新幹線も延伸します。富山、金沢、福井がつながるということで、うん、富、そしてお金、そして福がつながってとっても縁起がいいということでも話題になっているんですが、小坂さん、はい、行きたいなって思ってる方今いっぱいいらっしゃいますよね。だと思うし、うん、東京から行くと福井とかはすごく遠くて、あ、はい、大本確か 3時間4時間かかっていたのが確か3時間ぐらいで短くなるっていう、だから元々 の選択肢に入ってなかったりとかするわけですよ。もちろん飛行機で行けば早いですけども、でもやっぱ新幹線、特に子供小さかったりすると新幹線で行くっていう、でもまあこれは本当に注目まずしてもらえたっていう点で今のところはとりあえず大きいと思うので、はい、ここからまたちょっといろいろ大変になってたりするんですよね。そうなんです。なんか現場オーバーツーリズムが起こってるっていうことも今聞いてますから。そうなんです。取材を進めていきますと現地では喜んでもいられないという現状があるようなんです。北陸新幹線の延伸が予定されている福井県の旅行代理店では、1時間半ぐらいですね、北陸割です。北陸割で阿波羅温泉行きたいかなと、東京にいる娘孫たちにを連れて行きたくて。予約開始の今月8日は開店前から大行列、期待感が高まっています。なかなか旅行業も大変だなと思っておりましたが、もう本当に少し明るい夢が出てきたという形です。その一方で、12、29、4月の12のとこまでです。
受付はそれぞれの旅行代理店などに割り当てられた予算に達した時点で終了するため、春休みの旅行需要も重なって宿泊施設はあっという間に満室に。予定していた旅行先や日程を変更する人が相次ぎました。土曜日が全部空いてなくって直接電話しないとダメっていうことで電話してくれたんだけど電話がつながらない。平日人数減らしてなんとか確保できました。この代理店では開店から1時間も経たずに富山行きの旅行の受付を終了しました。困惑の声は応援されるはずの宿泊施設からも。ねえ、取り消しが多くてため息出ます。ため息をつくのは富山県宇奈月温泉にある宿泊施設のおかみ。今月8日予約を受け付け始めたものの30分も経たないうちに予約枠は完売したといいます。すると、どうしてその電話をしたのに北陸割が使えないんだとか、もう北陸応援割がもうなくなって使えないんだったらもうキャンセルするとか。これにより応援割が適用されなかった客から苦情やキャンセルが相次ぐ事態になっているというんです。これまでにインターネット経由の予約のおよそ300件がキャンセルされ、来月は空きが目立つ状態になってしまったといいます。北陸に行こうよってみんなが思ってくださってたくさんの方がご予約をしてくださったのにもかかわらず、北陸のちょっとこう何でしょう、イメージダウンにもつながりかねないようなそんな事態になったのではないかなと、はい、ちょっと懸念してますね。予約が殺到してかえって苦情やキャンセルが寄せられているという状況。そうした中 SNS ではこんな呼びかけがされていたんです。こちらです。富山県の民宿のおかみの投稿です。こちらは予約開始の今月8日の正午過ぎの投稿ということなんですが、私からのお願いですが、どうか被災地での通常価格での旅を損だと思わずに北陸でのご縁や出会いを優しい気持ちで楽しんでいただけますと幸いです。私たち宿泊業者もお値段以上にお客さんに楽しんでいただけるように精一杯努力していきますという投稿なんです。これをどうか損だと思わずにというのを被災した県の宿泊施設の方に言わせてしまうというのは、T先生、心苦しいですよね。そうですね、もちろんその苦情とかキャンセルをした方々が悪いっていうことではなくて、やっぱりその仕組みの問題なのかなって思っていて、ある程度こういう事態って予測できた部分大きいと思いますから、はい、こういうことにならないように、予約の部分であるとかいろんなところちゃんと整備した上でこれが実施できたら、全員が幸せな感じになったのかなっていう気はしますよね。 あともう一個これに関して言うと、その通常価格でのっていうところもそうなんですけど、あくまでその応援割なんですよね、応援する気持ちあっての、割引っていうところではあるので、直接行かなくても応援できることってあると思いますから、こっち側にその被災地ではないところにお住まいの方々はそういった視点でも考えた方がいいのかなと思います ね、T 先生がおっしゃるように気持ちもそうですし、仕組みについても今後どんどんやってみて、ダメだったらまた改善していくっていうのを ね、繰り返していったらいいのかなと思うんですが、じゃあ私たち利用する側はどうしたらいいのか、望月さんお願いします、立教大学観光学部の東徹教授にお聞きしました、やはりコロナ禍の GoTo キャンペーンのように、ただ旅行を促すのではなく、今回というのは、T 先生ねおっしゃいましたけど、地域を支援するためのキャンペーンなので、支援する形って本当に様々ありまして、旅行に行く以外にも例えばオンラインで現地のものを購入するなど、応援消費、これも検討してみてはいかがでしょうかということです。北陸のものを食べて応援したいとか買って応援したいという方も多いですよね。そうですね、そして、観光産業立ち直るまでにはとっても長い時間がこれからかかっていきますし、そういう意味では長い目での支援が必要となってきます。こうした現状について観光庁はこのように話しています。まだ受付中の宿泊施設や今後予
約を開始する旅行会社もあるということなんです。これらは各県のポータルサイトで確認することができますので、ここでご確認をということです。で、HIS など大手旅行会社もこれから販売開始するところもあるということです。はい、もう大切なのは被災地の方も今まだ自分たちの生活を再建しながら私たちを受け入れようとしてくれているということですから、 その気持ちを持って応援したいんだという意義も、ね、込めて石川県にもどうやったら助けられるか、被災地どうやったら助けられるか考えていきたいですね。